パルクオリンピックリヨンは、フランスローネ・アルプ地域県、ローネ県、デシーヌイコール・シャルピューにあるスタジアム。サッカークラブのオリンピックリヨンのホームスタジアム。リヨン市中心部から見て、東1 2トルの距離にある。2008年9月1日、オリンピックリヨンのジャンミシェル・アウラス会長は、リヨン郊外のデシーヌイコール・シャルピューにある50ヘクタールの土地に、複合施設。 OL ランドを建設する計画を発表した。OL ランドの一部として6万人収容の新スタジアムが建設され、最先端のスポーツ施設、ホテル2棟、レジャーセンター、商業施設、業務オフィスなどが併設される。10月13日、フランス政府、ローヌ県議会、リヨン都市共同体、サイトロルによって計画が承認され、 スタジアム建設のためにデシーヌイコールシャルピューシュから約1億8000万ユーロの公的資金が、リヨン都市共同体から6000万の8000万ユーロの公的資金が投じられることが発表された。しかし、計画発表以降のクラブ側の努力も虚しく、行政手続きの遅延、政治的利害関係、建設反対派の様々な抵抗運動などによって着工が妨げられた。 反対派は納税者やデシーヌイコールシャルピューシュの地域社会の声として、スタジアム建設における財政的、環境的、社会的な不正を訴えている。2009年9月22日、レキップガミは、フランスサッカー連盟は UEFA ユーロ二2016の開催地の一つに OL ランドを選出したと報じた。同年11月11日、 フランスサッカー連盟は公式に開催地を発表し、リヨン氏も開催地に選出された。ありがとうございます。